小千谷市にある理研精機は超高圧油圧機器と精密チャック装置を製造するメーカーです。我が社は超高圧の油圧機器製品とそして精度の高いチャック装置の製造販売を行っております。超高圧油圧機器につきましては小型ながら耐久性の高い製品で信頼を得ておりまして製造現場並びに建築土木業界で使用されております。チャック装置につきましては我が社の製品が耐久性の高い製品ということで信頼を得ておりまして自動車業界や工作機械業界で使用されている製品を製造販売している会社でございます。もともと工業系に興味があったんですが特に油圧製品について興味を持ち地元にそのような会社がありましたので入社いたしました。旋盤加工という作業をやっておりまして NC 旋盤という機械にプログラミングをし実際に加工をしてでできた品物を測定して図面通りにできているかどうか確認するというような作業を行っています。実際に旋盤加工をしていて、最初材料の状態からだんだん削っていくうちに製品の形ができている過程がすごく面白くてすごくものづくりをしているんだなというふうな実感があります。そういったところにやりがいを感じます。私が担当している油圧製品は非常に使用用途が広くさまざまな製品を作る際に使用されます。それが皆さんのお役に立てるときに喜びを感じます。我が社はお客様のさまざまな要望にお応えできる技術力です。これが一番の私どもの強みです。そして超高圧油圧機器につきましては70メガパスカルという非常に圧力の高い製品を作る国内で数少ない会社の一つです。これにつきましては高い圧力を持って小型ながらいろいろな製品に対応できるということで私どもとしてはこれを強みとして取り扱っております。チャック装置につきましては非常に耐久性の高い製品で信頼を得ておりましてこれにつきましても私どもの信頼という言葉の上に今後技術力を磨きながらさらなる差別化を図っていきたいというふうに考えております。理研精機では技能士資格が良い製品作りにつながるとして技能士資格の取得を推奨しています。当社はものづくりの担い手という形の中で人を育てております。そのためには個々のレベルアップが必要です。当社もその意味で技能検定等もその資格取得のために推奨しております。私ども会社としましては能力開発プログラムというのを策定いたしまして技能検定、通信教育、そして社外研修などをレベルアップの一助になるために推奨しております。会社としても個々のレベルアップを図る目的のもとに会社が全額を負担してそしてものづくりの担い手を育てていくという会社の方針のもと技能検定も推奨しているところでございます。資格を取った後においては間違いなく本人の自信になっていると思います。それが日頃の仕事に影響してきているというふうに思っております。一つの試験の合格が自分の自信となりそれが日々の仕事につながっていくというふうに考えております。そしてまた一人の人の合格が他の人に影響を与えてそれがまた会社全体としてのレベルアップにつながっていくというふうに考えております。最初は先輩方の姿を見て皆さんが受けられていて自分も今のレベルがどのぐらい通用するのかっていうのを試してみようと思い受けてみました。資格を取りましてやはり一番に自信につながりました。またそれと同時に責任感というものも生まれてきました。はい、で名刺にも記載してありますけれどお渡しした際にお客様からご安心していただけるものと思っております。独自の技術を生かした製品作りを行っている理研精機、今後の目標を伺ってみました。我が社の製品がお客様に喜んでいただけるということを目標にやっていきたいと思っております。そのためには今まで築き上げた技術力の上にさらなる特殊技術の開発や新たなる加工技術を開発いたしましてお客様のご要望にお応えしそしてお客様に喜んでいただけるという製品をこれからも目指していく会社にしたいと思っております。技能検定に合格しましたがこれを終わりとせずにさらにたくさんの技術を身につけてもっといろいろなことができるようになりたいと思っております。
旋盤加工での今以上のレベルアップはもちろんなんですけれども、それ以外の作業にもどんどんと携わっていってみたいなと思っています。私のは製造業ですので、ものづくりの担い手になるという気概を持った熱意とチャレンジ精神のある人を求めております。会社としてもものづくりの担い手になるべく場を与えますので、それに積極的にチャレンジする人材、そのような方を私どもとしては求めております。またそのような方と一緒に仕事できることを楽しみにしております。あなたも利権精機で高精度な製品作りにチャレンジしてみませんか？